その時にその人が沼津住職の大将、司令長さん、そんな偉い人がそこに来て、そこをね、学んでおいて、この婿に、まあ、近くの村の出身で、はい、で、ここへ。あ、近くに住んで、そうそうそう、出身で。生まれがね。この山の向こうのね、学んでおいて、ところの出身。ああ、そうなんですか。で、実験会長。これ、誰もなんとも思ってないけど、この額はほんまに貴重なもんですよ。その偉い人のね、ちゃんと書いて直筆やし、なるほどね。私いつも偉い人でも字の下手な人もあるけど、字は上手でしょ、ようだからようできそうと思ってね、ちょっと書いてあるよ、これ陸軍大将男爵男女制度品書として謹慎で私が書きましたと、だからこれはね本当に貴重なもんよ、誰も知らんものはね、こんな看板がかかってるなと思ってるけど、聞けばこれは本当に貴重なんですよ。いや、なんでその陸軍の人かと思ってたんですよ。今後来てパッと見てね、陸軍大将って、なんでこう寺に関係があるんかなと思って。なんか知らんけど、なんてな、私もよう覚えとったけど、この頃90からにもなったらボケてくるね。もうちょっと経ってちょっとまだ映すわ。私あれと一緒に。彼と行くのか。いや、一人の方がいいです。行きますか。はい、すみません、あれ、うつ92のババアと言われ、鼻が綺麗ですね。え、鼻が綺麗です、若い、92にしてはね、ということにしとこう。いろいろ聞かせてもらってありがとうございます。せやけどね、私いつも感心してる。偉い人で字がこんだけ上手やるのね、感心せへん、私いつも感心する。こんだけの字の書けん人があるよ、なんぼ偉い人でも、だけどこれ中例とこうよう受け取る、名前がなんていう人ですかね。本庄茂る、陸軍大将、ね、調べてみなあかん、陸軍大将でしょ、男爵本庄茂る男爵まで戻って、昔爵位言うてあったり ありましたね。今はそんなこと言わへんけどね、僕だ名前男爵って言うんです。全然関係ないです、名前変わってる。先祖さん恐ろしい偉い人やな、違うかな。